クライマックスシリーズもいよいよファイナルステージ、日本シリーズ進出をかけた戦いが始まります。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対読売ジャイアンツ、クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の模様をお送りいたします。カープの先発は右の野村、対するジャイアンツの先発はルーキーの畑、この両投手の先発が発表されています。クライマックスシリーズファイナルステージ、まもなく試合開始です。第9球投げた、初球空振り、タイミング合いません。投球これから2球目、インロー際どい球、ボール、カウント1ボール1ストライク、外角低めいっぱいストライク、追い込んでから投げました、打ったいい当たりだ、クリーンヒットよ、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球サークルチェンジ見送ってストライク、さあ次の投球決まった、ストライク。第3球おっつけた、ファーストライナータッチアウト、ツーアウト、バッターは恐怖の核弾頭坂本。第9球危ない球、第2球ストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、ツーシームはボール、カウンターツーボールワンストライクです。投げました、打ちました、左へどんどん切れていきます、ファウルボール。投げました、打ちました、菊池交代、ヒットになります。坂本ナイスバッティングです。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一回一塁へ牽制球。第9球投げました、初球ツーシーム空振り、タイミング合いません。一塁へ牽制球を送ります。野村かなりランナーの動きを警戒しています。一塁牽制、タッチセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。肩越しにランナー見た、低めストライク。第4球を投げた、カットボールはボール、膝元外れます。カウント2ボール2ストライクです。打った、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、ボールは中継、マギいいバッティングを見せました。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。第9球投げた、初球から打ってった、右中間へのフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。ジャイアンツスコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは田中、第9球打ちました、初球打ち、ショート右横のフライになりました、ショート落下点、セカンドキャンパスの横、取りました。サード阿部、第9球流し打ち、どうだ、村田下がっていった、ファールボール。第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げた、高めボール球打った、マギバックしていった、ラッキーなヒット、阿部ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球投げた、ボール、一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一度一塁牽制球です。第2球投げました、打った、強い当たり、入れば先制だ、さらに伸びていく、入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、赤一色に染まったライトスタンドに吸い込まれていきました。ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。そしておなじみのパフォーマンス、
バッターは頼れる助っ人エルドレッド。第9球投げました、ボール。第2球打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、ヒットになったでしょうか、完璧に捉えられました、畑きつい一発を食らいました。チームメイトが迎えます。バッターは5番鈴木。第9球初球はストライク、まずは入れてきました。第2球カットボールに送ってストライク、これで追い込みました。第3球ボール低め、カウント1ボール2ストライク、打ちました、あっと弾いた、そして今拾い直した、セカンドのエラーが記録されます。バッターは6番松山。第9球投げました、真ん中に送ってストライク、初球ストライクから打った、引っ張った、ライトへ持っていった、これはヒットになります。鈴木二塁回って三塁へ、鈴木三塁です、ストーク。松山いいバッティングを見せました。ピンチを広げています。第9球投げました、あっと引っ掛けた、三塁ランナーホームに帰ってくる、ボールは中継、カープさらに1点追加、菊池タイムリー、ジャイアンツなおもピンチが続きます。バッターは8番石原。第1球投げました、1球目ストレート空振り、伸びのあるストレート。第2球打った、痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、松山三塁回った、2塁ランナーホームイン、カープさらに1点追加、5対0。バッターはピッチャー野村。第1球投げた、直球見送ってストライク、伸びのあるストレート、1球目ストライクから、2球目ストライク、軽く追い込んでまいりました。投球は3球目投げた、空振り三振、畑3球で仕留めてみせました。打順は1番に帰って田中、今日早くも2回目のバッターボックス、完全に外れた、ボール、はっきりしたボール球。第2球投げた、インコース見送ってストライク。第3球を投げた、アウトロー際どい球、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。次が4球目投げた、4球目空振り。第5球投げました、引っ張った、ライトの右、ファール。第6球はストレートはボール、カウント3ボール2ストライクです。投球これから7球目、打った、レフトへ行った、ヒット、ボールは中継、カープさらに1点追加、6対0。さあこのピンチで迎えるバッターは阿部。第1球危ない球、第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、3球目空振り、伸びのあるストレート。第4球を投げました、打ちました、センター前に出る、掴んで、これで3アウトになります。1回が終了しまして6対0、ジャイアンツ先制点を奪われています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター不屈の男阿部。第9球投げました、初球を打ちました、ヒット、阿部ナイスバッティングです。右バッターボックスは7番石川。第9球投げた、初球を打った、菊池ボールを取る、2塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、2アウトランナーなくなりました。バッターは8番小林。背番号第9球投げた、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ストライク、バッター追い込まれました、追い込んで投げた、
打った取って、これで3アウトチェンジ。2回の表が終わって6対0カープ6点リードは変わりません。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。畑降板。ここでマウンドに上がったのは宇都宮。今日2番手としてマウンドに上がります。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは恐怖の核弾頭丸。第9投げた初球空振り。投球これから2球目ボール。完全なボール球。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。ツーシームはボール。カウントはツーボールワンストライク。空振り。少し迷ったか。さあ5球目流し打ち。ボテボテのサードゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは頼れる助っ人エルドレッド。投げました。アウトコース高め。外れてボール。第2球低め際どいボール。わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライク。投げました。3球目ストライク。第4球を投げました。打った。ファールボール。さあ投球は5球目投げました。あっと引っ掛けた。坂本掴んだ。アウト。これで2アウト。ランナーありません。右のバッターボックスは5番鈴木。第9見送ってストライク。第2球投げた。打ちました。いい当たり。ライナークリーンヒット。鈴木いいバッティングを見せました。バッターは6番松山。今日2度目のバッターボックス。第9投げた。初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた。内角球空振り。タイミング合いません。追い込んでから投げた。打ちました。村田ボールを掴んだ。アウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナー鈴木残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして6対0カープスコアボードに0が入ります。ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー宇都宮。ボール。投げた。2球目ストライク。投げました。変化球見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。投球これから5球目打ちました。ボテボテの当たりはショートゴロ。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。打順はトップに帰ってよう。第9投げました。初球から打ってった。サード右一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番長野。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第9投げました。見送ってストライク。第2球投げました。空振り。タイミング合いません。第3球を投げた。変化球はアウトローへ。ボール。カウント1ボール2ストライク。打ちました。ショートバウンド。ボールを取った。ここは守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。3回の表が終わって6対0カープ3回の裏。これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは菊池。第9投げた。インコース高めストライク。さあ次の投球投げた。決まった。ストライク。これで追い込みました。追い込んで投げた。ストライク。見逃し三振。三球三振。ズバッと決まりました。第9打ちました。初球打ち一二塁間ライナーで破った。ヒットになります。石原ナイスバッティングです。バッターはピッチャー野村。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。初球ストライクから
バッターの足元、第3球を投げた、直球決まってストライク、追い込んでから投げました、ボール、平行カウント、次は5球目、打った、ファウルボール、第6球を投げました、打った、バットが折れました、村田取った、アウト、ツーアウトランナー二塁に変わります、バッターはトップに帰って田中、第1球ボール、第2球打った、流し打ち、ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、カウ1点入りました、7対0、さあツーアウトランナー二塁という場面で阿部、第1球投げました、外れた、ボール、これはわずかに外れています、セカンド牽制球です、タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、外角高め、スラーブ外れてボール、これも外します、第3球を投げました、スラーブはボール、カウントは3ボールノーストライク、第4球を投げた、ツーシームはストライク、第5球投げた、5球目空振り、投球はこれから6球目、打った、これはヒットになります、ホームイン、カープさらに1点追加、8対0、バッター恐怖の核弾頭丸、第1球投げた、見送ってボール、第2球投げた、2球目空振り、投げた、リーハイ空振り、第4球を投げました、流し打ち、どうだ、打球はレフトの左へ、ファール、第5球投げました、おっとデッドボール、これはデッドボール、第1球投げました、完全に外れた、ボール、大きく外れました、投げました、ボール、完全なボール球、カウントは2ボールノーストライクです、投げました、外角高め、見送ってストライク、第4球を投げた、ストライク、第5球投げた、打ちました、抜けた、エルドレッド、いいバッティングを見せました、ジャイアンツなおもピンチが続きます、第1球投げた、スラーブ見送ってストライク、第2球投げた、膝元、ボール、カウント1ボール1ストライク、第3球を投げた、打ったに当たりだ、ピッチャー返し、坂本うまくさばいています、スリーアウトチェンジ、序盤終了しまして8対0、カープリードを8点としています、ゲームは中盤4回に入ります、バッターは恐怖の核弾頭坂本、第9球ボール、第2球投げました、外角低め、ボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール、投げました、ストライク、少し迷ったか、次は4球目、投げました、サークルチェンジ決まってストライク、タイミング合いません、第5球投げました、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、坂本ナイスバッティングです、今日これで2打数の2安打、第9球初球引っ張った、レフト線ヒットになります、一塁ランナー三塁へ向かう、マギーツーベースヒット、今日これで2打数の2安打、バッターは5番村田、第1打席はライトフライに倒れています、第9球投げました、ボール、はっきりしたボール球、第2球投げた、ツーシーム空振り、第3球を投げた、低め外れてボール、これは完全なボール球、2ボール1ストライク、バッティングカウント、打った、痛烈な当たり、フェンス直撃、ライトからセカンドへ、2塁タッチはセーフ、ジャイアンツようやく2点を返しました、今日は安打を放っています、バッターの阿部、第9球投げた、決まってストライク、まずは見送りました、第2球投げた、空振り、第3球を投げた、ボール、大きく外れました、カウントは1ボール2ストライクです、投げました、空振り三振、バッターは7番石川、第9球投げました、ボール、
まずは外角低め投げました。打った、ライト前に出る、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッターは小林。最初のバッターボックスはセカンドライナーに倒れています。第1球投げました、インサイド見送ってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打ちました、ファールボール。追い込んで第3球をボール、カウントは1ボール2ストライクです。投球これから4球目、インコース、ツーシームは外れてボール、カウントは2ボール2ストライク。さあ6球目投げた、打った、ファール。投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。4回の表が終わって8対2、ジャイアンツこの回2点を返しています。4回の裏、これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは松山、投げた、初球を打ちました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番菊池、今日3打席目。第1球投げた、スラーブはボール、まずはアウトロー、はっきりしたボール球、投球これから2球目、危ない球。第3球を投げた、見送ってストライク。次が4球目、投げました、ボール、わずかに外れました。カウントは3ボール1ストライク、投げました、ここはフォアボールになります。バッターはバントの名手石原。第1球投げました、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました、ストレートはボール、1球外します。第3球を投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。完全に外れた、ボール、カウントはツーボールツーストライク、投げた、インコース引っ張った、レフトの左、ファールボール。ファーストランナーをちらっと見て打った、レフトへ飛んだ、ヒット、ボールは中継。石原いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。投げた、ツーシームはボール、まずは膝元、セカンド牽制、二塁タッチセーフ。さあ次の投球、ボール、カウントはツーボールノーストライク。第3球ストレート見送ってストライク。第4球を投げた、まっすぐ見送ってストライク、二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ、危ない球。第6球をランナー走った、打ちました、当たり速ではショートゴロ、一塁送球アウト、ジャイアンツなおもピンチが続きます。ここまで2安打の田中。第1球投げた、ストライク、タイミング合いません。投球これから2球目、ボール、カウントは1ボール1ストライクです。投球はこれから3球目、リンローをギリギリいっぱいストライク、追い込んでいます。投げた、外れた、ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、見送ってボール、カウント3ボール2ストライクです。投げました、空振り三振、宇都宮3安打になります。4回の裏が終わりまして8対2カープ無得点で終了です。生ビールはいかがでしょうか。代打は亀井に代わりまして亀井、背番号9。第9投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ツーシームはボール、カウントはツーボールワンストライクです。第4球を投げた、打ちました、切れていきます、ファール。第5球投げた、打ちました、ボールはライナーでライトへ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って両、第9投げた、外れた、ボール。さあ次の投球
投げた、インコース低め、ストライク。第3球を投げた、ストライク。バッター追い込まれました。さあ4球目、インコース引っ張った、ファール。第5球投げました、見送ってボール。カウンター2ボール2ストライク。投球はこれから6球目、打ちました、引っ掛けた、阿部取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは2番長野、今日はファーストライナーとショートゴロ。第1球投げました、外低めの速球はボール。投球これから2球目、カットボール空振り。投げました、危ない球。第4球を投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライク。第5球投げました、低めの球空振り。第6球は見逃し三振、最後は見逃し三振に打ち取られました。5回の表が終わって8対2か、6点リードは変わりません。ジャイアンツピッチャーを交代します。宇都宮降板、ルーキーの池田、今日3人目のピッチャーとして登板です。第1球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。1球目ストライクから、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた、ストレートはボール、外角高め。カウントは2ボール2ストライク。打った、阿部ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球危ない球、第2球投げた、サークルチェンジ空振り。チェンジアップに全くタイミングが合いません。第3球を投げた、アウトロー、ボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました、打ちました、いい当たり、マギー。ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。第1球決まった、ストライク。第2球投げました、打った、右中間へのフライですが取ってアウト、3アウトチェンジ。池田三者凡退、無得点に抑えています。前半が終わりまして8対2か、現在6点をリードしています。野村降板、マウンド上は中田、今日2人目のピッチャーとして登板です。ゲームは後半に入ります。バッター恐怖のかくらんぼ坂本、第1球投げました、初球打った。第2球投げました、打ちました、ショートバウンド。ここはうまい守備に阻まれました。第1球低め、シュートは外れてボール。バッターよく見ました、投げました、ストライク。第3球を投げた、見送ってストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた、148キロ直球、空振り三振。バッターは5番村田、これが3度目のバッターボックス。第1球投げた、初球から打ってった、掴んで、これで3アウトになります。ジャイアンツクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。6回の表が終わって8対2か、6点リードは変わりません。6回の裏、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは鈴木、ストレート決まってストライク。第2球投げた、インコースいっぱい、ストライク。第3球はストライク、空振り三振。池田ナイスピッチング。左バッターボックスは6番松山、第1球投げた、打ちました、初球打ち、ヒットになります。松山ナイスバッティングです。バッターは7番菊池。第1球見送ってストライク。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、危ない球。次が4球目、投げました、打ちました、サードゴロ、ゲッツーになるか。セカンドフォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。
げました。ストレートはストライク。初球ストライクから危ない球。投げました。サークルチェンジはボール。カウントは2ボール1ストライク。さあ4球目打ちました。マットの先っぽフラフラっと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。一塁ランナー菊池残塁に終わりました。中盤まで終了しまして8対2か。この回の攻撃は0で終わっ、ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは不屈の男阿部。第1球投げた。1球目ストレート空振り。伸びのあるストレート。第2球投げた。ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた。打ちました。痛烈。伸びた。伸びていった。見上げた。ホームラン。ソロホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ。渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発が出ました。バッターは7番石川。今日はセカンドへの併殺打とライトフライ。ボール。投げた。直球ストライク。第3球を投げた。ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目打ちました。打球はレフトへ。レフト掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。第1球投げました。ボール。完全なボール球。第2球直球空振り。第3球ストライク。次は4球目投げました。ボール。アウトコース高め。カウントは2ボール2ストライク。投げました。ボール。カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目投げました。打った。ファール。第7球を投げました。打った。菊池ボールを取る。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは覚醒した男中井。第9投げた。初球を打ちました。センターへの打球。センター取りました。これで3アウト。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。ジャイアンツピッチャー交代です。池田降板。右の沢村今日4人目のピッチャーとして登板です。7回の裏カープラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターはピッチャー中田。投げた。アウトコース高め。ボール。第2球投げた。危ない球。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。外角高め見送ってストライク。追い込んでから投げました。速球空振り三振。打順をトップに返って田中。第1球外れた。ボール。第2球投げました。見送ってボール。カウントは2ボールノーストライク。投げました。見送ってストライク。次は4球目投げました。インコース引っ張った。アルボール。第5球投げました。打ちました。ファール。次は6球目投げた。打ちました。引っ掛けた。中井ダイレクトでボールを掴んでアウト。2アウト。第9投げた。低め見送ってストライク。第2球投げた。危ない球。投げた。低め決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げた。打ちました。これはライトフライになった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。沢村3人でピシャリと抑えています。7回の裏が終わりまして8対3カープラッキーセブンは無得点で終わりました。さあここは守備を変えてくるようです。ジャイアンツこの回は打順よく1番からの攻撃。右バッターボックスはトップバッターのヨウ。今日はここまで3打数1安打。第9投げました。低めいっぱいストライク。まずは見送りました。投球これから2球目見送ってボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。外角高め外れてボール。2ボール1ストライク。バッティングカウント。投げました。打ちました。あっと引っ掛けた。内野ゴロ。サードから1塁送球アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番長野。
これが4度目のバッターボックス。第1球初球に送ってストライク。第2球投げました、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、3球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打ちました、ライトへの打球。鈴木掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第1球投げた、直球見送ってストライク。1球目ストライクから第2球ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、一つ外してボール。カウント1ボール2ストライク。146キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。8回の表が終わって8対3、カープ5点リードは変わりません。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。バッター恐怖の核弾頭丸。第1球ボール。第2球投げた、ボール。カウントは2ボールノーストライクです。第3球打ちました、ファールボール。第4球を投げた、ツーシーム決まってストライク。第5球投げた、流し打ち、ファール。第6球を投げました、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投球これから7球目、低めのボール引っ掛けた、ボテボテの当たりはファーストゴロ。中一塁ベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、ストライク。タイミング合いません。第3球を投げました、打った、フラフラっと上がった。坂本余裕があります、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右のバッターボックスは5番鈴木。第1球投げました、初球打った、ファールボール。投球これから2球目、打ったに当たりだ、ボールはライナーで左中間、あっと弾いた、取れない、打球が転がっている。鈴木いいバッティングを見せました。先ほどからショートの守備に入っています、西川。第1球スプリットはボール。第2球投げた、打った、これはピッチャー真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー残塁です。8回の裏が終わりまして8対3、カープ現在5点をリードしています。さあいよいよ最終回、先頭バッターはマギー。今日はここまで3打数2安打1三振、ボール。これは外れます。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、ボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、打ちました、キャッチャー落下点に入りました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。第1球投げた、打ちました、ファールボール。投球これから2球目、決まってストライク。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を1球外した、ボール。はっきりしたボール球、カウントは1ボール2ストライク。インコース空振り三振。バッターは代打岡本、ジャイアンツ最後のバッターになるのか。第1球ストレートはボール、まずはインロー。第2球投げました、ストレートはボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、これは引っ掛けた、三遊間の打球、アウト、試合終了です。ジャイアンツクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦を落としてしまいました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は8対3、ジャイアンツ敗れました。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。